フェイ・ベンターはアメリカ合衆国の女優。クロランの女で第11回アカデミー賞の助演女優賞を受賞している。ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに映画分野で名前が刻まれている。1893年にロサンゼルスで生まれる。父はチャールズ・エフ・ベンター。母はメアリー・オケル。1898年に子役として初舞台を踏み。 旅巡業の女優になった後、1912年にブロードウェイデビューする。1921年6月にアメリカ海軍士官レジナルド・シドニー・ヒュー・ベナブルと結婚。1926年に息子レジナルド・ベナブル・ジュニアが生まれる。1934年に This Side of Heaven で映画デビュー。1939年に行われた第11回アカデミー賞において、 主演女優賞と助演女優賞の2部門にノミネートされ、助演女優賞を受賞する。1950年代以降は、テレビドラマを中心に活動する。1961年の映画、噂の二人で、第34回アカデミー賞の助演女優賞にノミネート。1964年に夫を亡くし、1968年に、肺炎で死去。ありがとうございます。